2018FIFA ワールドカップは2018年6月14日から7月15日にかけてロシアで開催された第21回目の FIFA ワールドカップ東ヨーロッパでは初の開催である開催国の決定方法は国際オリンピック委員会の五輪開催地決定投票と同じ方式で英国紙のおとり取材による買収疑惑発覚で 職務停止処分を受けたに理事を除く国際サッカー連盟理事22人による FIFA フフ理事会での投票。各会ごとに過半数の国、地域が出るまで投票を繰り返し、過半数がない場合は、その会の得票再開の国、地域を次の投票から除外する方式で行われた。同数になった場合のみ、ブラッター FIFA フフ会長の一票で決まるという方式だった。欧州四候補のうち、 最初にイングランドが落選。その後2回目でロシアが13秒を集めて過半数を獲得したためロシアの開催が決定した。これに伴いロシアは予選免除となった。2002年からフィファリジを務めていた小倉淳司、当時日本サッカー協会会長現 JFA 名誉会長によれば開催地決定に関して最も影響力のあるのは フィファ視察団が立候補国を現地調査して提出する調査報告書だという。ところが、今回は全く違い。レポート評価は、2018年開催が決まったロシアが、全体で2番目に低く、2018年の4候補の中では最下位、同時に2022年開催が決まったカタールは、全体及び2018年の5候補内の両方で最下位だった。初出場は、 アイスランド、パナマで過去のワールドカップの優勝国でイタリアを除く7カ国が出場することとなった。また予選では競合国、または常連国の敗退が相次ぎ、前述のイタリアをはじめオランダ、アメリカ合衆国、チリ等が予選で敗退した。出場選手は 2018FIFA ワールドカップ参加チームを参照。スタジアム本大会は11都市12会場で、 開催される。開催都市はヨーロッパ側に集中しており、ウラルイ島ではエカテリンブルクのみとなる。全会場が陸上トラックのないサッカー、球技専用スタジアムとなる。試合は以下の11都市で行う予定であると表明された。2011年10月、ロシアは開催候補地を16から14に減らした。 そしてモスクワ州ポドリスクのモスクワ州立スタジアムについて州政府から取り下げたことが明らかになった。また、モスクワ市内のスパルタクスタジアムかディナモスタジアムのどちらかが落選することも明らかとなった。なお、開催地は2012年9月29日に決定された。これによって開催候補都市のうちクラスのダールやヤロスラブリは落選となった。 2012年12月14日のフィファ理事会で、今大会の開幕戦と準決勝1試合と、決勝をモスクワのルジニキスタジアムで、準決勝の残り1試合をサンクトペテルブルクのサンクトペテルブルクスタジアムで行うことを決定した。気候、欠片の気候区分では最南部のそっちのみが温暖出潤気候で、その他の開催都市はアカンタイ出気候に属するが、 大会開催時期の6月の平均気温は、モスクワ、サンクトペテルブルク、カリーニングラード、エカテリンブルク、カザン、ニジニノブゴロド、サマーラ、ボルゴグラード、ロストフナ、トヌ、そっちとなっており、南部では日中の気温は25度を超える夏日となり、時に真夏日になることもあるなど、比較的暑くなる。実際ロシアの開催都市の時間帯は4つあり、最西端のカリーニングラードでは、 日本標準時より7時間遅れ、サマーラで5時間遅れ、最東端のエカテリンブルクで4時間遅れ、その他の8つの開催都市はすべてモスクワ時間となり6時間遅れとなる。FIFA ワールドカップ1大会の開催地総互間で最大3時間の時差が発生するのは1994年アメリカ大会以来6大会ぶり2度目である。サッカーのルール等を決定する唯一の期間である。 国際サッカー評議会は2018年3月3日、スイスのチューリヒで年次総会を開き、ビデオ復審制度をサッカーのルールに正式に導入することを決定した。3月16日、FIFA フフ評議会で今大会前64試合での VAR 採用を正式に決定した。W 杯での VAR 採用は今大会が初となる。VAR の目的は、 勝敗を左右する場面での誤信を防ぐことで VAR の対象は得点、PK、一発退場、人定の4項目である。2016年から2年間国際サッカー連盟主催大会や各国リーグなどで試験的に導入された。その結果公式戦8 0 4試合の統計でビデオ判定された事案の約57%が得点と PK の有無の確認だった。 533試合では判定確認が行われなかった。一方、映像確認によって試合進行が妨げられることが批判されているが、一時案に要する確認作業時間は平均60秒で試合全体の所要時間の1%以下だった。これまで通り試合自体は、主審一人、副審二人、第4の審判一人の計4人で進められる。 今大会で採用する VAR は、得点、PK、一発退場、人定の4項目で主審の判定が間違っていた。可能性があるとき、主審にビデオ副審チーム内の VAR リーダーが光ファイバーリンク型無線で伝える。すべての誤信を伝えるのではなく、例えば、オフサイドの判定が間違っていても、それが4項目のうちの一つ、得点につながらなかった場合には、 VAR リーダーは主審に無線連絡しない。オフサイド誤審が得点につながった場合のみ、VAR リーダーが主審に無線連絡する。VAR チームは4人1組のチームで、1試合につき、VAR チームが1つ付く。全員、国際審判員の中のトップクラスが任命される。VAR チームは、VAR リーダー1人、ビデオ復審を補佐する。 アシスタントビデオ副審3人の計4人で、ロシア州とモスクワの国際放送センターにあるビデオ、集中運用室で、試合中、常に映像を確認する。VAR リーダー、中、この VAR リーダーは、VAR の意味。正確には、バーは、VAR とは呼ばれず、両者には明確な立場と権限の違いがある。過去には、テストの中で、 VAR 複数人体制が採用されたこともあったが、現在は一人の VAR をバーが補佐するのが一般的であり、VAR を VAR リーダーと呼び換える必要はないわ。VAR チームを引き、主審と更新し、対象についての誤審可能性があれば、ピッチ脇に設置されたレビューエリアのスクリーンでの検証の提案を行ったりする。バー1は他がリプレイ中でも、 常に試合をライブで見続ける。バー2はオフサイド判定のみを注視する。バー3は VAR リーダーの補佐や VAR チーム全体の円滑なコミュニケーションを図る等をする。さらに VAR チーム1チームにつき、スクリーンやカメラアングルの技術者4人、会場の巨大スクリーンで観客に向かって決定を伝える FIFA の代表1人もつく。VAR チームは スーパースローモーション専用2台、ウルトラスローモーション専用6台を含む、計3 3台のテレビ中継用カメラのほか、VAR チームのみ、アクセス可能なオフサイド判定専用2台のカメラ映像を使用できる。ファールかどうか、ハンドリングかどうか、オフサイド判定を受けた選手がプレーに干渉していたか、などの主観による判定を修正する場合、主審は、 ピッチ脇に設置されたレビューエリアのスクリーンで自ら確認をしなければならない。また、FIFA は会場の観客や TV を含むすべての一般人向けに VAR の審査の理由とレビューの結果を含む審査プロセス等をタッチタブレットのネットワークを介して通知する。タブレットを操作すれば VAR が見ているアングルのカメラの場面を見たり、主審と VAR との審判通信システムの音声を聞いたりできる。会場内の TV と巨大スクリーンには VAR の判定結果及びリプレイ等も表示され、FIFA の代表一人が決定を伝える。さらなる詳細は FIFA 公式 HP 参照のこと。なお、前回の2014年ブラジル大会から初めて、 ゴールラインテクノロジーの一つであるゴールコントロール 4D が W 杯に導入され、今大会の規則にも GLT が明記されていたが、2017年9月のレンヌ大観戦闘フランスリーグ一部2017-18のいくつかの試合でゴールコントロール 4D がゴール判定を失敗していることを受け、FIFA は GLT をロシア W 杯で使用するかは未定としていた。 2018年4月25日、ホーク愛車による GLT を VAR と共に、今大会で使用すると FIFA が発表した。VAR 制度及び GLT のいずれも、あくまでも主審の判断を助けるものであり、最終的な判定及び決定は主審が行う。2018年4月18日から2週間をかけ、イタリアフィレンツェ近郊のコベルチャーノで行われた。 トレーニングセミナーで36人の審判と63人のアシスタントが試合会場での審判及び VAR のトレーニングを受ける。W 杯自体の重圧と W 杯としては初めての試みによる重圧のため普段の試合より審判報酬を増額している。経験やキャリア年数が豊富なトップクラスの主審は5万7000ユーロを受け取り、 さらに一試合担当するごとに2500ユーロの報酬が追加される。トップクラスの副審は、主審より減額され、審判報酬は2万ユーロ、一試合ごと2600ユーロが与えられる。2018年4月27日、FIFA は v a r 専任人の国際審判員13名を選出し、4月30日に発表した。この13名は各協会及び、 各大陸連盟での大会で VAR を経験し、さらに FIFA の大会で VAR を成功させ、上記のトレーニングセミナーで VAR の知識やスキルを向上させた者が選ばれた。この VAR1000 人の13名に加え、今大会の主審及び副審の一部が VAR チームに入る。各試合ごとに任命された VAR チームは試合前に確認される。 サッカーのルール等を決定する唯一の機関のイ f a ブが認可したため2018年3月16日の FIFA フフ評議会では他に今大会では決勝トーナメント以降公式戦交代枠3人に加え延長戦に入った場合に限り4人目の交代を認めることテクニカルエリアにコーチング目的の情報を 外部から送信することの許可とそれに伴い小型の携帯端末をベンチに持ち込むことを許可も決定した。2018年5月16日、上記の決定を受け、FIFA はトラッキングシステムが試合中取得したプレーのデータを全出上国がリアルタイムに活用するシステム導入を発表した。ベンチの代表スタッフとスタンドから試合を観察及び分析するアナリストに、 それぞれ1台ずつ、FIFA 公認タブレット端末を提供。トラッキングシステムは2台のカメラを使用し、選手とボールに関する位置データを取得。統計処理したデータとライブの映像が、アナリスト向けに設置されたサーバーに転送され、タブレットのアプリでそれらを参照できる。アナリストは、選手のプレイデータを解析して、試合の状況をつかむ。アナリスト向けの専用アプリを使えば、 戦術の検討ポイントを絞り込める。タブレット端末でポイントを書き込んだ静止画をベンチの代表スタッフに送り、アシスタントコーチと無線で話し合うこともできる。さらにアシスタントコーチはチャットツールを使ってメッセージを返答するなど、スタンドのアナリストと戦術などについて試合中に議論することが可能になる。試合の分析結果は FIFA が試合後に各チームに提供する。 今大会から大陸予選とグループステージにおける順位決定にフェアプレーポイントが導入された。国際サッカー連盟によると FPP が順位決定の基準として大会の規定に盛り込まれたのは今大会が初めてで H 組が初適用になった。FPP はイエローカードマイナスマイナス1点警告2回によるレッドカードマイナスマイナス3点一発退場。 マイナス4点警告を受けた上で一発退場、マイナス5点と定められていて、合計点が大きいチームの GL 順位が上になる。アディダスによる公式試合玉の名称は、2017年11月に FIFA フフによって、テルスター18に決定した。1970年メキシコ大会、1974年、西ドイツ大会に使用された初公式試合玉である、 テルスターの伝統と最新鋭のテクノロジーの融合がコンセプトとなっている。また、公式試合玉として初めて NFC が搭載されている。ノックアウトステージからはテルスター18に代わり、テルスターメキタが使用される。過去にも決勝戦で特別モデルが使用されたことはあったが、決勝トーナメントから新モデルのボールが使用されるのはワールドカップ史上初めてとなる。 ザビバカ2018年大会の公式 FIFA ワールドカップのマスコット選びは最終候補として残った狼とラネコのキャラクターの中から FIFA 公式サイト上のインターネット投票によって選ばれ約53%の票を集めた狼のキャラクターが選出されザビバカと命名されたザビバカはロシア語でゴールを決めるという意味を持ち デザインとして、ロシア2018と書かれた茶色と白の T シャツに、オレンジのスポーツ用メガネを着用している。また白と青の T シャツと赤のショートパンツの組み合わせは、サッカーロシア代表のファーストカラーとなっている。本大会の優勝賞金を3800万ドルに、すると、2017年10月27日に、FIFA が発表した。 前回のブラジル大会から300万ドル増額された。また、準優勝のチームには2800万ドル、3位には2400万ドル、4位には2200万ドル、ベスト8には1600万ドル、ベスト16には1200万ドルとなり、グループリーグ敗退国もグループリーグ出場級の800万ドルを受け取る。さらに、全32出場国には、 大会準備費として150万ドルずつが支払われる。賞金総額は6億9100万ドルとなり、前回大会の同総額5億7600万ドルから20%増となった。また、同日フィーハは欧州クラブ協会との合意に基づき、今大会に出場する全選手の各所属クラブに総額約2億900万ドルのクラブベネフィットプログラムを 各国サッカー協会を通じてクラブへ分配すると発表した。選手一人が大会に1日参加するごとに6400ポンドが所属クラブに支払われる。また、選手が2016年以降に移籍していた場合には、以前の所属クラブにも一部が支払われる。さらに、エッサとの合意に基づき、フィファは総額1億3400万ドルを クラブプロテクションプログラムに割り当てた。大会期間中に選手が負傷した場合に限り、このプログラムを通じて、損失の補填金が負傷した選手の所属クラブに支払われる。2018年4月30日、アフリカサッカー連盟は、過去の本大会で、アフリカ勢が毎回、選手のボーナス支払い等で内紛を起こしていたため、その対策として、 本大会の FIFA からの出場国への賞金の最低保証額800万ドルのうちの4分の1の200万ドルをアフリカ全出場国に前払いで支払うと発表した。2018年におけるサッカー日本代表 FIFA 本部があるスイスの現地時間の2018年5月14日までに出場する各サッカー協会は FIFA の専用オンライン登録ページに選手名等を 入力する形で上限35名の予備登録リストを提出する。サッカー日程の過密化で、怪我人のリスクが増加しているため、各サッカー協会や各大陸連盟からの要望があり、前回の2014ブラジル大会より予備登録上限が5名増えた。なお、本登録の23名以上登録されていればよい。予備登録リストの公表は、各協会が判断する。 スイス時間の同年5月28日から6月4日までの間に予備登録した上限35名の中から本登録23名を選び最終的な本登録リストを FIFA に提出する。本登録リストは各サッカー協会側で公表して良い。全32出場国の最終的な本登録リストは FIFA 事務局が作成し6月4日に公表した。 本登録23名のうち、GK は必ず3名登録しなければならない。本登録の選手の見本大会に出場できる。本登録後も、グループリーグ初戦開始24時間前までは、負傷などの正当な理由があれば、負傷を問うのが当選手の意思の詳細な診断書をフ、FIFA フ医療委員会に提出し、承認されれば、予備登録メンバーに限らず、 該当代表資格のある選手との入れ替えが可能である。なお、GK として本登録した選手は GK としての出場しか認められない。実際に2010南アフリカ大会で北朝鮮が交代の選択肢を増やすために本来 FW の金名元を GK として本登録したが、これに対して FIFA フフは金名元は GK としての出場しか認めないと通告したことがある。2018年5月20日が UEFA チャンピオンズリーグ決勝を除く本大会前のクラブチームの試合の最終期限日で5月21日から27日がクラブに義務付けられる本大会に出場する選手の大会前休養期間である。休養期間の根拠規定は 大会公式規則 P57-45 レスト、ピリオドプリパレーションフェーズで、2017年5月9日の FIFA 評議会で休養期間から UEFA チャンピオンズリーグ決勝を除くことを決め、同年5月11日の FIFA 総会で実際の休養期間を決定した。休養期間の設定は、過密日程の疲労で2002日、関大会で波乱が続出したことから、 2006ドイツ大会以降継続して採用されている。大会組織委員会は2017年1月24日、2018、FIFA ワールドカップ本大会の一次リーグ全組の対戦組み合わせ抽選会は2017年12月1日午後6時、ロシア時間。日本時間では12月2日午前0時に、モスクワのクレムリンで取り行われることを発表した。 2017年9月14日、チェフェリンフィファ副会長が開催国ロシアと2017年10月のフィファランキングの上位7カ国の計8カ国が第1シードとして第1ポットに入ると発表した。この基準により開催国のロシア以外に同月付けランキングの上から順にドイツ、ブラジル、ポルトガル、アルゼンチン、ベルギー、ポーランド、 フランスの7カ国がシードされることが決定した。正式な抽選方法は2017年11月27日に FIFA 公式 HP 上で発表された。抽選方法は以下の通りである。詳細な手順は以下の通りである。地理的分離の原則欧州は同じ組に最大2カ国までとし、欧州を除く地域は同じ組に同じ地域の国は入らない。 ただし欧州は各組に最低1カ国は入るようにする場合は最後に残ったセルビアがその組に入る仕組みであった。なお、本番の抽選ではポットに振り分け完了時点ですべての組に欧州が入った。原則としてポット1の国を AH 組にすべて割り振ったら次にポット2の国を AH 組にすべて割り振る。ポット2が終わったらポット3。 ポット4の順に同様に進める。ただし、詳細な手順は、地理的分離の原則を守るように行う。例えば、割り振った際に、その組に入ると、地理的分離の原則が守れない場合には、隣以降の地理的分離の原則に合う組に、スライドする、例、A 組に割り振られたが、地理的分離の原則に合わないのでスライド。隣の B 組も原則に合わないので、 さらに隣の C 組に移動。原則に合うので C 組に入る。開催国ロシアは開幕戦を行うため A 組1番に事前に割り当てられる。残りのポット1の国は抽選で割り当てられた組の1番とする。ポット2からポット4の国の組番はランダムとし、ポットから国名が書いてあるくじが取り出されるたびに、同時に組番ポットでその国の組番を決める。 抽選会の司会進行は、元イングランド代表 FW であるゲイリー・リネカーと、ロシアの女性サッカージャーナリストであるマリア・コマンドナヤが、務めた。ドロワーは、開催国のロシアと、歴代優勝国の元代表選手の中から選ばれ、ローラン・ブラン、ゴードン・バンクス、カフー、ファビオ・カンナ・バーロ、ディエゴ・フォルラン、ディエゴ・マラドーナ、カルレス、プジョル、ニキータ・シモニアンの8名が務めた。 このうち、フォールランとシモニアンを除く6名は実際に優勝した代表チームの一員である。なお、優勝国から唯一、ドロワーに選ばれていないドイツからは、ミロスラ・フクローゼがワールドカップトロフィーを持ってステージに誕生した。抽選会は FIFA 公式 HP で生中継され、日本では NHK が総合テレビで生中継を行った。 2017年12月1日午後6時から開催された抽選会の結果、グループリーグの組み合わせは以下のように決定した。2018年3月29日、FIFA は本大会に出場する36名の主審と63名の副審からなる審判団を発表した。1938年開催の第3回フランス大会以来、80年ぶりにイギリス人審判が 主審及び、副審のいずれにも、選出されなかった。今大会で主審を務める予定だったファハド・アルミルダ氏は、2018年5月12日のサウジ・キングス・カップ決勝で800兆を試みたことが、決勝戦前に発覚し、同年5月16日にサウジアラビアサッカー連盟から永久資格停止処分を受けた。フフは、同年5月31日にアルミルダ氏,氏を含む、 サウジアラビア人審判団を審判員から除外した。フィファは代わりの今大会の主審の追加登録は行わず、ハサン・アルマーリと山内博士の二人を今大会の副審として追加登録した。このため、今大会の日本の副審は、サガラ・トールと山内博士の二名となった。ロシア W 杯2018審判員リストロシアアールドカップ誘致をめぐる過程や、 ロシアの人権問題、2014年のクリミア併合、ウクライナ紛争等に関連して、ロシアと対立する反ロ意識の強い一部の欧米西側諸国からは、ロシアでの開催に反対意見が根強く、議論を呼んでいる。イングランドサッカー協会のグレグ・ダイク会長は、ゼップ・ブラッターが再選をした場合は、UEFA 内で大会をボイコットする動きが起きたらという条件付きで、 ロシアワールドカップのボイコットを支持すると述べた。またスウェーデンサッカー協会のカール・エリク・ニルソン会長もボイコットの可能性を排除しないことを述べた。一方、ドイツサッカー協会のニーアスバッハ会長は、ボイコットは悪い武器だとして、ボイコットに消極的な姿勢を示している。スポーツライターの平野氏も UEFA や各協会の動きに対して、 利権争いとの見方を示している。またそれとは別に、ウクライナ問題で橋を発したロシア制裁から、ウォールストリートジャーナル誌のブレット・ステファンズは、ロシアには再教育が必要だとして、ロシアワールドカップをボイコットまたは中止に追い込み、プーチンに恥をかかせることで民衆のプーチン離れが起きるであろうと主張している。この他、2018年3月4日に、 イギリスで発生したロシアとイギリスの二重スパイだった人物の暗殺未遂事件を受けて、イギリス王室はロイヤルファミリーの出席を取りやめる決定をし、イングランド代表及びオーストラリア代表の出場も一時、危ぶまれた。日時はすべて現地時間順位決定方法各グループ、上位2チームが決勝トーナメントに進出する。順位は以下の順に従い決定される。また、 すべて2018年に実施されるため、西暦は省略。全試合での勝ち点全試合での得失点差、全試合での得点当該チーム同士の対戦における、勝ち点当該チーム同士の対戦における、得失点差当該チーム同士の対戦における、得点反則ポイントの少ない、チーム準中戦グループ A ロシア V サウジアラビア、エジプト V ウルグアイロシア V エジプトウルグアイ v サウジアラビアウルグアイ V ロシアサウジアラビア V エジプトグループ V モロッコ V イランポルトガル V スペインポルトガル V モロッコイラン V スペインイラン V ポルトガルスペイン V モロッコグループ C フランス V オーストラリアペルー V デンマークデンマーク V オーストラリアフランス V ペルーデンマーク V フランスオーストラリア V ペルーグループ D ア,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 アルゼンチン V ア,ア,ア,アイスランドクロアチア V ナイジェリアアアルゼンチン V クロアチアナイジェリア V アイスランド ナイジェリア V アルゼンチンアイスランド V クロアチアグループ E コスタリカ V セルビアブラジル V スイスブラジル V コスタリカセルビア V スイスセルビア V ブラジルスイス V コスタリカグループ会ドイツ V メキシコスウェーデン V 韓国韓国 V メキシコドイツ V スウェーデン韓国 V ドイツメキシコ V スウェーデングループ G ベルニー V パナマチュニジア V イングランドベルニー V チュニジア イングランド V パナマイングランド V ベルディーパナマ V チュニジアグループ H コロンビア V 日本ポーランド V セネガル日本 V セネガルポーランド V コロンビア日本 V ポーランドセネガル V コロンビアノックアウトステージでは45分ハーフの試合で決着がつかない場合は15分ハーフの延長戦が行われるこの延長戦でも決着がつかない場合は引き分けとなり PK 戦で勝ち進むチームを決める 日時はすべて現地時間ラウンド16、フランス V アルゼンチンウルグ IV ポルトガルスペイン V、ロシアクロアチア V デンマークブラジル V メキシコベルギー、V 日本スウェーデン V スイスコロンビア V イングランド、準準決勝ウルグ IV フランスブラジル V ベルギー、スウェーデン V イングランドロシア V クロアチア、準決勝フランス V ベルギークロアチア V イングランド3位、決定戦、ベルギー V イングランドフランス V クロアチアハリーケイン。 ドイツ、セルビアの2カ国はフェアプレーポイントにより順位を決定した。アイスランド、オーストラリア、コスタリカの3カ国はフェアプレーポイントにより順位を決定した。出展、2018年まではナショナルサポーター。どちらも FIFA フフ公式スポンサー再開のカテゴリー。2018年までのナショナルサポーターは開催国の企業に限り、 自国での開催期間中の試合及びイベントにおいての未広告と周辺ビジネスを行えると規定されていた。今回の2018年、ロシア W 杯で新設されたリージョナルサポーターとは、北、中米カリブ海、南米、欧州、中東とアフリカ、中東を除いたアジアの5つの地域に分けて、各地域に5社ずつ20枠を設けた。 開催期間中の LED 掲示板での広告掲出、チケットの優先的配分、所在地域におけるブランド広告権の権利を与えられる。スポンサー料は年間5億円から10億円で公表されている総額は2000万ドルである。北、中米カリブ海南米欧州中東とアフリカアジア、中東を除く、オセアニア含む、ありがとうございます。